なんとか取れた。はい。どうした？テンション上がったね。ちょっとね、さっきのとこは良かった。そんなんだった。滝も良かったんやけど、うん、シュークリームが俺そんなに好きじゃないの、シュークリーム。そう、なんで買ったの？ご当地のものの、そこでしか売ってないものを食べてやん。誰かさめんです。どこでも食えるソフトクリーム選びしてんだよ。そんな邪道なことせんかね。予想を反して、すげえシュークリーム、俺シュークリームそんな好きじゃないんだけど美味しかった、あれは。食べた方が良かったよ、あれマジで。マジで、うん、一口もあげんな、あげんやと思ってたけど。いや、あんな食いかけいられん。これだけ満足してたら、それはもうお店の人も嬉しいと思うよ。うん、多分あれ手作りやろうからね。多分ね、うん、で、またお店の人ね、あのすごく対応がいい。よかった、すっごいめっちゃよかった、うん、優しい感じのね。優しい感じの、うん、人がいいってのは思い出になるね。言っていたしたくなる、うん、めっちゃオスやん。めっちゃよかったもん、だってめっちゃオスやん。めっちゃよかった。どうした？めっちゃ綺麗やん。もう一回止めたんだ。あともうちょっとだ。カブトムシ。しぶしぶしぶしとしぶしぶしぶししやがった本日は。しぶしぶしょい。鼻に鼻に食いついてるじゃん。先の余韻に浸りつつ、次向かうのは、うちの裏。あ、俺に？うちの裏の何？うちの裏の、ロケット？ロケット？そう。ロケット有名だからね、うちの裏。有名やね。宇宙ですよ。宇宙来たね。有望の夢は宇宙飛行士だからね。そうよ。うん、まあ、いずれ人類はね、みんな誰もが宇宙に行けるようになるみたいなね、そういう話もあったけど、まあ無理だろうね。私が生きてるうちは、うん、もうちょっと違うからかもしれないけど、であんまり知らんやろ、宇宙のこととかさ。いや、それは知らんな。宇宙飛行士の話とか、ああ知らんやろ。ああ、それで行こうとしてるし、今からジャックさん。あ、そうだよ。あんま適当すぎる、失礼よ、ジャックさん。種子島だったんだよ、ジャックさん。うん、あれも宇宙センター、種子島。ああ、鹿児島ってあるもんね、そういう宇宙センター的なのね。なんで鹿児島には。基本的に宇宙ロケットとかの発射場だったのは赤道の近くにあるのがセオリーに。あ、そうなんだ。そうで、赤道に近いかどうかだから、だから南極北極とかその上の方とかにないわ、下の。うん、あ、だから鹿児島とかそういう下の方が多い、ね、北海道宇宙センターみたいにないわ。確かに、そうなんだ。勉強になるね。なんで赤道の近くかよ。宇宙に近いから。うわー、もうほら、もうそこ疑問に思わないわ。わかんない、なんで教えない。いやいやいや、視聴者もちょっと気になってるから。いや、もうググれば出てくるから。いやいやいや、教えてよ。いやだよ。さあ、テロップ出しときます。日も暮れてきそうですか。お、まっすぐ行くとあるね。来たよ、道の裏ロケットセンター。すぐだ、すぐじゃないかもしれないけど、結構先かもしれないけど、ロケットセンターぶっ飛ばしていこう。ぶっ飛ばしていこう。安全運転で、安全運転よ。安全運転でぶっ飛ばしていこう。危ねえな、この人。うわー、やばい、海だ。やばい、俺急に、俺高いとこ怖いんだけど、俺急に怖いんだけど。すげえね、海だね。ちょっと早く行ってさ、後ろから来てるから。ほら、来てない来てない。待って、俺マジで高所恐怖症だからさ。いや、変なとこで、真ん中止まって。もうちょっと左打つ。怖い怖い怖い。いやいやいや、真ん中寄りすぎて。いや、俺ね、マジで高所恐怖症だからさ、こっち見れない今。まっすぐ見て早く。踏んで踏んで踏んで。え、高っ。え、高っ。いやいやいや、踏むなっつんね、ここでブレーキを。高いとこやっぱ無理ですわ、俺。無理ですわ。ほら。もうすぐだ。250m。行きましたー。入れなさそう。うちの裏宇宙空間観測所、鹿児島宇宙センター、入れるのでしょうか。それで行ってみよう。チーン、4時半までか。うわー、残念だな、来たかったな。というわけで、まさかの時間外ということで、はい、残念でした。
中。いやあ、まあそうだよね、もう5時だしね、大体こういうとこってまあ遅くても6時5時とかだよね。だよね、入れないよね。まさかのどうしよう、これ3取れ高が、3本目の取れ高が胃がなんとかちょっと、じゃあなんとか作ります取れ高を頑張って作ります。じゃあまあ渋谷方面に向かいながら、そうだね、渋谷方面に向かいながら行きましょう、うん、はい、取れ高を作りに行きました。寒いんだけどここはセントロランドホテルアスパル温泉というわけで、もう見えたかな、これカブトムシのモニュメント的なやつがありますどうですか、あのね、もう終わりこんなさ、道沿いにさ、カブトムシが、こんな巨大なカブトムシがいるんだよ。うん、すごくない。いや別にすごいリアルだし、足の作りとかさ、まあ、この辺とか見て、ちゃんとしてるちゃんとしてる。わ、早く車に戻って野球見たいんだけど野球見たいんだけど、うん、じゃあちゃんとこれ取り高を作らなきゃいけないから。いや、いらないよ。すごいよ、どうやって作るんだろうね、こういうの。知らんがな、もう角の鋭さ、かっこいいね。必死感が見つけ、頑張っちゃう。じゃあ、以上、ここは、大崎町のアスファル、うん、温泉というところに、うん、カブトムシがいますよっていう感じです。あ、戻るが絶対こうなるって分かったじゃんいやー、まあね、取れ高ちょっとなかなか最後はちょっとね取れてないけど、まあ今日はね充実した旅をできておりますので、いいんじゃないでしょうかね。なんでノーコメントなんだよ。またなんかうまいもんでも食うか。あ、おごり？いや、おごりじゃないけどもうおごりだったら全然もうなんかね、しぶしろなんかしぶしろちょっと検索します。なんかおいしいもん、これでちゃんと最後の取れ高作ろう。はい、というわけでファミリーレストラン風車さんというところで、ちょっと前にさ、出川の充電させてくださいってあるじゃん、あるね、あの番組で来てたお店です。はい、はい、ちょっとね渋々から離れてしまったんですけれども、だいぶね、うん、ここで飯を食いたいと思います。行ってみましょう。はい、お腹空きました。はい、落ち着いた。はい、店内入りました。どうですか。お腹すいてない。え、お腹すいてないはい、もう注文したんだけどなんかちょっとガッツリめのやつ注文しなかったっけ。もう刺身や。来ました。刺身とガラアユの、これ美味しそうじゃん。美味しそうだね、これね。レモン、レモン、いいね。おー、いいね。ここ好きやからでしょ。出なーい蓋閉まってんじゃん。味噌汁、うん、白うまい美味しい。あと熱い、あ、熱い、うん、どう、うまっ。あー、いいね、うん、米は米、うまっうまい、うん、なんかカンパチとかかな。カンパチか、まあそういう系のやつと、うん、マグロとイカか、うん、とタコか、なんか、うん、うまい、うまい、うん、すげえ。これ卵潰しちゃっていいかな、うん、うわうわ、カレーなんて超久しぶりに食べる。いいん
じゃない？うん、ロッカー食うとこ。サラダから行きましょう。うまっ。どれしようないね、これ。うん、うん、あっつまっすむちゃっと。うまっ。で、あつで。はい、食べ終わりました。ほどよい和食って食べる。ほどよかった。和食が食べる。あ、ほどよい。ご飯も可愛いね。確かに、ちっちゃかったね。うん、今日はそれでいい。あ、お先、お先、趣味したよね。そうだね、ここに来たってね。あ、ぜひ来てください。概要欄リンク載せておきます。はい、うまかったね。うまかった。うん。お腹いっぱいだけど。うん。帰ろ。いや、帰らないよ。最後、こっからですね、渋市市、渋市長、渋市。逆方向。渋市、市役所かな、市役所、渋市支所、的なところ、渋市たくさんつくところに、行って、この、動画を終わらせたいと思います。はい、渋市市役所に来ました。こちらは渋市市、渋市長、渋市の渋市市役所本庁、渋市支所です。渋市の由来、渋市の地名は天智天皇遷宮の伝説の中で天皇に布を献上した、妻、女の優しい心にならない静かに大変だな、ここに呼ぶの。はい、というわけで渋市、渋市長、渋市の渋市市役所本庁、渋市支所に来ました。まあ、この看板って結構有名だよね。昔からね、珍百景とかにも出てたけど。出るね。寒そうやね。大隅半島をですね、縦断してきましたけれども、まあね、最初はね、神社とか滝とか行って、ちょっと最後はちょっとグダグダになってしまったんですけれども、ゴールできてよかったなと思います。皆さんもぜひ機会があれば大隅半島に来て。本当はね、もっと奥に行くと佐多岬っていうね、いいところもあるので、ぜひ、そのあたりも見てほしいなと思います。というわけで、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お相手はリモ編集者クリトでした。テープレのリモでした。ありがとうございました。寒い。よし、やってみよう。